こんにちは。こんにちは。みさきです。渡辺です。はい、始まりました。みさきの部屋です。よろしくお願いします。はい、今日はちょいかわルーズヘアをやってみました。はい。はい。秋になるとちょっとゆるっとしたお洋服が増えてくるかなと思いましたので、それに合わせて髪の毛もゆるっと可愛く仕上げてみました。ぜひ秋のお洋服に加えておしゃれなルーズヘアも楽しんでみてはいかがでしょうか。それでは動画スタート。 N ドットのオイルを使います。4滴くらい手の上に垂らしていきます。手のひらに伸ばして全体的につけていきます。真ん中よりも少し右側から斜めに髪の毛を取り分けていきます。反時計回りに髪の毛を編んでいきます。3回編んだところでゴムで留めていきます。毛先は小さくお団子を作ります。そのまま手を離さずにゴム付近からほぐしていきます。ヘアゴムを使います。ゴムを隠すようにつけていきます。クリップタイプのヘアアクセを使います。こちら側が緩みやすいのでヘアアクセで留めていきます。ちょいかわルーズヘア、私が名付けました。ぜひ皆さんやってみてください。緩みやすいところもあるのでヘアアクセなど使ってしっかり留めてくださいね。バイバイ。